はじめまして、Sプロジェクトという、セッションで出会った仲間たちでできたバンドです、どうぞ楽しい夜をこの高槻で、バースアクトで、体感していってください。いきましょうか。綺麗どころ3人がもう実験を握っててですね、我々はね、我々男2人はね虐げられてますよね。でも彼はあの保護色を使って握るんですね僕が集中砲火に合うんでね、そういう幸運だと思います。はい、というわけで、まあ我々はね、もうさっきから言ってますけど、まあ、スイングの S でセッションの S で S プロジェクトっていう名前で、なんすかその目私の目はお客さんの目やで、ね、ちょっとじゃあもう黙っていいですか。はい、もう僕のガラスが粉々ですよ粉々ですよ。まあでもね、女の人が強くて男の人がまあちょっと虐げられてるぐらいがなんかこう現代のいい縮図なような気もしますけどねそうですね、なんか家庭円満の秘訣みたいなね。めっちゃ笑ってる人いるけど大丈夫ですか？信じられてます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？
うんうん言ってる人いっぱいいるな、はい、そうですね、そうやな、はい、まあ、男も女もないんですよね。何の話やろな。ゴールはないのね。いつも彼ね、なんかね、黒シャツにね、赤いネクタイしてるんですけどね。調子乗ってるね。今日は T シャツですね。なんでやろうね、カジュアルやね。今聞きました、今。まあこういうのがね、日々こう繰り広げられてるわけですもんね。それぐらいがちょうどいいっていうことですよ、はい、今日はちょっとね、前にもバンドがあったから、うん、ちょっと調子乗ってる。はい。なんか生まれてきてすいません。そんな君にも愛する人はいるだろう。そうですね。じゃあそういう曲をしましょう。はい。もういいね。ものすごい気持ちよくなりますね。なんかジャズ好きな人って多分それがもう変わらない、すごい気持ちいいんやろうなと思いますよね。なんか私も歌をずっと歌っているんですけど、ジャズを歌い出したのは本当に1年ぐらい でそれをやり出した時に本当にこのバンドの話が来て、でみんながなんかわーって来たみたいな、で集まってこれが出来上がったみたいな感じなんですね。でそしたらなんと女3人ともみそじの B 型やと、えらいこっちゃやでみたいな、ただ事じゃないでしょ。
同じ年、しかもみそじで音楽やっとって、しかもみんな B 型って絶対変なやつやん、思ったけど変態やな。でもものすごいこれがまた気があってですね、なんかね、そんな出会いはあんねんな思って、でこうね、男の子たちもね、そうですね、ええ子やしね、ええ子やしね、おばちゃんみたいな、おかんやね、もう冬子最近ね、おかんやもう最近ほんまあかん、なんかもうね、高校生とか大学生とか見てても可愛いんですよね、可愛いなぁ思って、溢れ出る母性、そう、年下の男の子めっちゃ好きやな思った時があって、でも多分もうこれはほんまに好きやわ思ってたんですよね、4歳年下かなんかの男の子でも、なんかどうやらなんか土にその思いを話してたら、冬子それはもうおかんやでって言われてで、なんかうんと思って、おかんと思って、おかん、いやでもこれは恋やと思うって思ったんやけど、なんかその年下の男の子、はい、ちょっと喋りすぎ、喋りすぎてまうんですよね。次の曲はあの皆さん知っているでしょう。アリスだよね。アリスですね。うん。何でもない日におめでとうという名言のある映画アリス・イン・ワンダーランド。How do you get to
いい感じ。はい、じゃあ、ね、うちの歌姫ですね、本坊から、ね、歌姫っていう感じじゃないけど、はい、すいません。今日もフリフリですね、本坊です、ドイツ焼き。よかった、フリフリで安心したら、もう一時期ちょっと中ちゃんからちょっとカジュアル思考になっとってフリフリ聞いのかな思って、ちょっとドキドキしてたんですね。フリフリっていう紹介はできひんやん、でな。そうそうそう、ライブはやっぱりマイクで大丈夫ですか。音機、ピアノ、ピアノ、ピアノ、松岡さやか。オンドラムス、邪魔西野浩平。そして私土屋でお送りいたします。はい、というわけで、まあね、各メンバーそれぞれいろんなバンドとかもやってるので、どこかでね、あ、宣伝とかいいんですか皆さん。まあ、あるあ、そういう時はマイク使うなやな、あざと読んだやな。そういう時だけマイクにめっちゃ早かったね。できるな、やっぱできるな、違うな。イエス、イエス。ブラッピージャズなんですけど、明日の19時からマリーナ。大丈夫かな。やばい、もう記憶力まで悪くなってきたのかもしれないっていう箱がありますので、またよろしかったら回させていただきます。これがB型の恐ろしさです。これ、カレーの恐ろしさですか。B型の恐ろしさが、あの、キッとした。ね、まだ時間がなくならないうちに次の曲に行きましょう。多分永遠と先生ぐらい喋るしかないよ。なんか、いや、1曲分ぐらい喋ってる、やばい。行きましょう。Yeah.
ね、ありがとう。次の曲いきましょうか。LOVE ラブという曲を、愛が全てだとね。できることを、楽しみにしています。それぞれメンバーの名前をぜひ覚えて帰ってください、はい、あのパンフレットにもねそれぞれの名前が載っていますの で、はい、ほな行きますか。ほな行きましょうか、うん、はい、もうみんなで暑い夜を最後に。それがいいわ。それがええな。それがええと思うやろ。そやろ。なんかちょっとプスって笑ってるないつもな。あまりガハガハ笑ったとこ見たことないんですよね。シャイなのかな。飲みましょうかね。はい、飲みましょうか。うん、ですか。さよなら。お金貸してって終わってから言いますよ。そんな、なんかリアルな話終わってから多分するです。
バンド名は何だっけ、味噌汁B型ガールズやったっけ。そうですね、もうそれしか残ってないですね。エースプロジェクトでした。